藤原忠道は、平安時代後期から末期にかけての苦行、歌人。藤原北家、関白。藤原忠実の次男。官位は、十一位、摂政関白、大城大臣。通称は、保祥寺関白。小倉百人一種では、保祥寺入道前関白大城大臣。公は五年、大江正房の名付けにより、忠道と称する。過剰二年、元服師。 白川法王の勇士となる。永久二年、白川法王の遺行により、法王の幼女、藤原明子との縁談が持ち上がるが、明子の素行に噂があったこともあり、父、忠実はこの縁談を孤児し破談となる。保安二年、法王の直感を被り関白を辞任した忠実に、代わって藤原氏長者となり、二十五歳にして、蕎麦天皇の関白に就任。その後も、ストク、この絵、 後白川の三代にわたって、摂政、関白を務める。摂関歴三十七年は皇祖父、寄り道の五十年に次ぐ。また王の治四年、聖祭原の娘、聖子を、ストック天皇の皇宮に女王として受大させ、翌五年、聖子は中宮のに作立された。ストック帝と聖子との夫婦仲は、良好だったが、子供は、生まれず、法園六年九月二日、女王、 表映作曲がストック帝の第一王子、シゲ親王を生むと、聖子と忠道は不快感を抱いたという、方言の乱でストック上皇とシゲ親王を敵視したのもこれが原因と推察される。一般には父、忠実が弟のより長を超愛するあまり、摂政、関白の座を弟に譲るように圧力をかけられたように言われているが、実際には長い間摂棺家を継ぐべき男子に、 恵まれず、天智2年に23歳年下の頼長を一度は養子に迎えている。だが、40歳を過ぎてから四男元真をはじめとして、次々と男子に恵まれるようになった忠道が、実施に石管家を相続させるため、頼長との縁組みを破棄した。忠道と忠実、頼長は、この上天皇の高級政策においても対立し、旧安六年正月に頼長が、 幼女、多士を受代させ、皇后方に作立させたのに対し、忠道も、その3ヶ月後に、やはり幼女、し子を受代させて、中宮のに作立させた。このし子立日に、とうとう忠実、より長は豪を煮やし、忠道は、父から偽絶されて、より長に、市長者職を譲らされるが、多士と天皇の接触を妨害することなどで対抗する。二平三年九月。 この絵天皇が一時失明の危機に陥るほどの重病となった際、忠道は天皇から上位の意思を告げられ、これを受けた忠道は、蕎麦法王に、正人親皇の生きわらべの孫王への上位を創生するが、法王からは容姿を擁立して、生を取り意見をもっぱらにしようとする暴略とみなされ、忠実からも、関白卿を減るか、父の正人親皇が黙っているはずがないなどと、非難される。 92年の後白河天皇の戦争後、忠実、頼長が、この絵天皇図その権威で失脚したことにより復権。それら一連の対立が、方言の乱の原因の一つとなった。乱後、市長者の地位は回復されたが、その際に、前の市長者である頼長が罪人でかつ死亡している、ことを理由として、戦地によって任命が行われ、藤原氏による自立性を否認された。 さらに忠実、より長が所有していた、石管家伝来の荘園及び、個人の荘園がすべて木管僚として剥奪される、ことになったが、忠道が忠実に石管家伝来のものと、忠実個人の荘園、宇治伝領を自分に常用するように迫り、ようやく忠道の所領として認められて、没収を回避した。しかし、より長領の木管は、免れられなかった。この影響から、 白河院政以来の刑に条項が存在しない状況にもかかわらず、接管政治の最高とはならず、政治は新勢を筆頭とする、後白河側近が主導した。後白河から二条天皇への上位は、関白忠道を差し置いて新勢と美福門院の二人の出家者による、ふっつとふっつの表情で決定されている。方言三年の鴨祭りの際に、 小白川長身の藤原信頼との対立を起こしたことから小白川より平門に処せられて事実上失脚。同年に、関白職を、着難、元真に譲った。ただ道は信頼の取り込みを図り、信頼の妹を元真の室に迎えている。しかし、平時の乱では、信頼を見限って、反信頼陣営に、不死で組みしている。乱で、信勢と信頼が打たれ、続いて、 実験を握った藤原教衆、藤原おもん味方も配慮され、朝廷にはすでに退位した後白河上皇と二条天皇の対立と政務担当者のいない状態だけが残された。そんな中で、大殿と称された忠道が一時的に復権し、院、天皇、大殿、関白らの協議体制となり、1161年に天皇が院近神六名を開館した後は、 天皇と大人の合意で政治決定がなされるようになった。その後、王法二年に保守寺別行で出家して円官とこうした。忠道は晩年身近に仕えていた女房の五条を長愛していたが、長官元年末か翌年の年初頃、五条が兄弟の源の教皇と密通、これを目撃した忠道は直ちに教皇を追い出した。ものの、精神的な衝撃もあり間もなく皇居したという。 去年六十八、小倉百人一首七十六番、保章寺入道前関白大乗大臣、金曜週以下の直線週に五十八首、日衆しているが、その歌について、今鏡では、柿の元の人まろにも恥じないのではないか、と、人々が申し上げているとあり、また漢詩を作れば、菅原道真より優れていると言われた。これは、蕎麦天皇から、小白川天皇の四代にわたって、 関白となり、摂政と大乗大臣に、各々二度ずつなっている人物であるため、美事玄句に満ちたものになったと考えられる。小倉百人一首から、綿の原小ぎ入れてみれば、久方の雲に、マガフをきつ知らなみなお、この直前、直後の歌の読み人はいずれも、忠道との清掃に敗れた人物である。藤原忠道筆書き上二25通のうち、括弧内は、西暦換算。 保守時寺入道前関白大城大臣に関するカテゴリーありがとうございます。